そうね、なんか2メートル以内ならダメージいっぱい出るみたいね。ストライカー専門の方、コメントお待ちしてるわ。あなたもシャリンガン持ってるなんてね、すべてを見切ったわね。さすがよ。明日のラッキーアイテム、豚麺。はい、皆さんこんばんちは。今回はね、ショットガン世界ランカー2人でランクマッチ回っていくわよ。テテさんはね、KRM の1位にもなったことがある人なの。まあ、今回私は KRM 使わないんだけどね。最近ドハマり中の R9 使っていくわ。あ、目の前にいたわね。可愛いプリケツして本当に。さあ、B 取っていくわよ。来なさい。来た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 。あ、やべやべ、逃げろ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 。いや、逃げ足早すぎ、笑った。さあ、廃車が私が見ていこうかしらね。ただコンテナ側にね、誰もいないからちょっと怖いわね。まあいいわ、ここさえ守ってればね、ビームも見れるから全然いいでしょ。ただ一つね、不安なことがあるのよね。私もテテさんもね、外サバに飛ばされてるの。だから MS がね、普段よりも60ぐらい上がってるわ。これがどう試合に影響するかね、今のところあんまり影響を感じないけどね。来なさい、ここで見ていくわ。いやー強い。あ、いけない、B 取られてるわね。B 行こう、B 行こう。いや、ナイスキル。あ、やっぱり予想した通り C 取られてるわね。コンテナ側守られてもね、やっぱ C 行かれちゃうのよね。やべべべべ、ちょっと時間稼ぎしといて。いやー、さすがテテさんね。敵の後ろからすらにケツの穴広げたわね。さすがショットガン世界ランカー元1位は違うわね。私一人なら本当にね、多分負けてたわ、あれ。コンテナからカビを持っていくわ。ちょっと四角利用して、はい、こっからと、えい、うわ、なんかいる。え、ちょっと待って。え、ついてきてんだけど。いや、こいつ逃がさないわよ。うわ、もう一人いる。ちょっと廃車側見ていくわよ。こっち取られると結構厳しいからね。さあ、遠目から徐々に削っていくわ。ポンポン、ポンポン。ポンポン。いや、いける。あれ、テテさん、それ私の獲物だからね。それギルパクしてるってホールはよ、あんた。あ、あなた女性ね、ごめんなさい。こっちはちょっとテテさんに任せて、私は中央を狙っていこうかしらね。多分ね、コンテナ側にね、結構敵来てるからね。中央行くわ。あ、いるいる、やべ。あー、ちょっと今敵の後ろ味方一人いたんだけどね、あれやれなかったのかしら。まあいいわ、代わりは返していくわよ。後ろ取っていくわ。よっこい小一。さて、ここは静かに見守っていこうとしたね。あ、いる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 。いやー、生きる。ほんとここ誰かいると厄介よね。2方向見れるのほんと最高よね。今日もすぐにね、林側にもカバーいけるからね、ほんとここ最強よ。うわ、めっちゃいる。オカマの呼吸、高飛び。うわ、こいつ生き残りがあった。うわ、マジか。うわ、これ掛け分身してる。うわ、 C 取られてるわね。こっちょっと行こうかしら。まあ、あと4ポイントで終わるからね。まあいいわ、やっていこう。いや、無理か。いや、後ろ。後半戦やっていこうよ。いやー、テテさん、やばいわね。17キルはすごいわ。スコアも高いわね。ハードラインつけてんのかしらね。あ、なんかやってきたわね。ドロップだショットガンだって。いやー、草。簡単に略すとね、ショットガン使ってんじゃねえ。みたいな感じね。ちなみに OMFAO はね、2つの略語がね、重なってるの。オーマイファッゴッドとね、ラッフィンマイアスオフ。まあ、驚きながら爆笑みたいな感じね。まあ、何言われるか何も変えないけどね。わ、やべ。あとなんかね、タッチバグめちゃめちゃ多くない？これなんかロケットがついてんだよね。一昔前ならね、妖怪のせいって言ったけどね。もう今は運営のせいとしか言えないわ。だ、B 取っていくわよ。ちょっとこれ取りたいよね。誰もいないでしょ。いや、いや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 。こいつ余裕がかった。え、ストロシなんの？ま、ここで MS の影響出てきたわね。あれ2発で死なないのね。本当玉抜けしてるわ。いやー、C 取られたわね。まあ、やっていくわ。いや、いいける。これ C 取るかしらね。今のうちに味方 B 行ってほしいわね。絶対敵こっち来るからね。もう殲滅されてるしね。いや、来た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 。いや、こっち後ろ湧くと無理。お、B 取ってるわね。私が死んだ甲斐はあったわ。あれ、またなんかちょっとなんかエイムが合ってないわね。出たわよ、ここで復活タイム。これもう結構厳しいわよ、これ。ちょっと裏から B 攻めていこうかしらね。いや、ナバーマンのか、これ無理ね。じゃあ、廃車が行こうかしらね。え、ちょっと待って、なんであいつ。まさかね。わ、アドバンス水曜日出てんじゃん。もうほんと、復活やめてちょうだい、マジで。前はこれちょっと B 取らないと負けちゃうからね。やっていくわ。いや、いいけど、ちょっとさ、やってもね、こいつ、許さないかんな。おわ、やべ。まずいわね、こっちを C1 か8から行くしかないわね。今 B めっちゃ人いるからね、絶対行けるはずよ、これ。さすが2拠点取らないとね、負けちゃうわ。いや、ナイスカット。わ、スワーも飛んでんだけど、待って。だー、ほんと、不屈は。いやー、これこそもうクソゲーね、ほんとに。立ち回りなんか関係なく、ストアストレックスたまるからね。ま、私は諦めないわ。B 行くわよ。いける。うわ、敵いんのか。いや、いける。いやー、もうあと2ポイントか。きついわね。腹痛で勝っといて煽るのは怖っぱよ。腹痛さえなければ負けててもね、GG だったんだけどね。ちょっともう一回行こう。さあ、マップはハックニーヤードね。全集中で拠点入っていくわよ。さすがに2連覇はしたくないからね。さあ、来なさい。あ、来ないわね。ラッキー。いや、拠点の中にショットガン世界ランカー2人はやばいでしょ。いや、威圧感半端ねえ。ちょっと後ろ側見ていこうかしらね。絶対こっち来るでしょ。ちゃんと外も見ていかないとね。さあ、来なさい。来るわね。いやー、いいカット。さあ、敵のリスポンこっちに変わってるわね。ちょっとこっちで見ていこうかしらね。上いるわ。いやー、いい動体視力と反射神経ね。あ、私もまだ現役ね。何かって。いいわ、ないわよ。わ、来てる。いや、ほんとここ最強ね。うわ、さあ、守っていくわよ。いや、味方やられたわね。
行かせないわよ。みんなも次のポイント行ってちょうだい。私はここ見るからね。1秒取られてもね、ここは取らせないわよ。もうさっきの試合で私は学んだわ。1秒2秒の大切さをね。いや、これ来てるわね。後ろ、上か。もう拠点変わるからね、次行きたいんだけど、もうこいつやっとくか。どこ？痛い。いやー、いいカット。危なかったわね。今のジャックテーブル使ってたら完全に負けてたわ。あ、ちょっと待って、なんかお腹めっちゃ空いてきたんだけど、めっちゃお腹鳴ってるわ。今は朝の6時よ。寝る前に動画1本作って、朝起きて動画1本作るのがね、私の日課よ。私の2つの顔が楽しめるなんてね、みんな贅沢よ。キムタクじゃないわよ。おい、電車うっせえ。まあ、大事な話してんでしょ、邪魔しないで。あ、行ったわね。よし、これ、ちょっと周り守っていこうかしらね。あ、やばいわね、敵があっちから来てるわ。いやー、これちょっとやばい、行かないと。こいつやっといて、敵が絶対こっちから来るはずよ。上は任しといて、来た、うわ、キネティックアーマー、マジか。ほんでめっちゃ人おるし。いや、キネティックアーマーに2発揃えたの大きかったわね。うまいわ。ちょっとテテさんには内緒でね、キロ使っていくわ。みんな絶対力ないでね、絶対テテさん怒るから。あ、でもどうせテテさん見るから一緒か。そうか。いや、時計やべ。なんかわかんないけど、このサーバーね、CBRFOめっちゃ多いのをね、その代わりにキロめっちゃ少ないの。珍しいよね。どこサーバーなんだろう、これ。私がイギリスで、テテさんは日本だからね、なんか中間あたりかしらね。だから、中東あたりかしらね。シンガポールなんかね、英語達者な人も多いのよね。だから私ね、英語圏じゃないかなと思うのよね。ま、どこサーバーだろうと日本人の強さ見せていくわ。侍魂よ。私の思い、届け。当たるかしらね。わ、あいつ避けやがった。ちょっとハンタードローン、あんたサボってんじゃないわよ。大きく右に旋回していったわね。ちょっと吹いちゃったんだけど、ここで2枚を狩る。いやー、ちょっとエイムが悪かった。ちょっと待って、あ、パックン来てる。静けの悪い貝の汁はね、本当に。さて、ちょっと拠点の中入っていこうかしらね。プリファイヤーって思ったしね。さあ、私の本気見せろわよ。全集中、火の呼吸、チャカメカファイヤー。さっきに燃やして拠点取っていくわよ。どこや。いないわね。わ、いた、後ろ。わ、角待ち？角待ちタイプとかもう外役やん。角待ちショットガンだけがね、外役じゃないわよ。さ、上から見ていこうかしらね。怪盗キットよ。上から拠点を盗む。え、なんかいるわね。これ全然気づいてないんだけど。よし、入っていくわよ。しっかりクリアリングして、え？はい、最終拠点ね。あと18ポイント取ればもう勝ちね。もうこの拠点で勝負決めちゃうわよ、テテさん。あれ、テテさん？どこ？テテさん？ちょっとここさすがに2人だけじゃ守れないわよ。うまいわ、私の奥義出すわ。角待ち SG。はい、最高。もう角待ち SG しか勝たんわ。誰が何と言おうとね、角待ちショットガンはね、外役じゃないわよ。だって、どの武器でも角待ちする人いるしね。そのままでいくわよ。いや、無理か。はい、あと3秒で勝ちね。もうこれはもう勝ち確よ。やっぱ、不屈なければ楽しいわね。さすがショットガン世界ランカー2人ね。ということで、今回の動画は以上よ。高評価、チャンネル登録、お願いね。バイバイ、ケーン。